90年代ももうね、猿でも描ける漫画教室って知ってます？これ知らない、知らない。竹熊さんと相原浩二さんが漫画家を目指す編集者と漫画家の2人、ね、これさ、梶原一騎のパロディなんだよ。パロディ、梶原一騎の男の星座のパロディで描いてて、これめちゃくちゃ面白いんだよ、うん、だからその序盤は漫画道みたいなんだけど、だんだんその、連載ヒットが成功して忙しくなって、だんだん電波系になってくるの、おかしくなってくる。だから3巻になるともう神様見えてきちゃって、うん、なんか受信した神からのメッセージみたいなの書き始めちゃって、うん、連載打ち切られてみたいな、うん、そういうさ、漫画が瞑想あるあるみたいなのを書いてる、はい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 、でこの中で出てくるのコンプラ問題が、もうすでに大体ハレンチ学園から始まってから、まあまあ、もうずっとその漫画、うんうん、その漫画カルチャーっていうのは球団の歴史なわけ。そういうなんか古いあれはけしからんの人たちと手塚先生も戦ってたわけだね、うん、手塚先生なんか最前線だよね、永井先生とかね。でまさに書いてた の何の漫画を禁止するべきか会議みたいなのやってる、こうそのシーンが出てくるんだけど、はいはいはい、やってるうちに不健全図書ね、これは、うん、あのおばさんたちが集まってね、うん、これは不健全じゃないですかとかって、この、うん、それやってるうちにだんだんあのフェラーリっていうのはダメなんじゃないですかとか、あーやばいね、そういう感じになってて、最後はもうスカンジナビア半島はダメでしょって。あーなるほど、まあ、明らかにもうスカンジナビアはもうあれはダメでしょみたいになってて、って言って、ね、何も書けなくなるっていうギャグを90年にやってますよ、ね、はいはいはい、だからビキニ警察のやつ、うん、みたいなのもうとっくの昔にやってて、いつまでやってんだっつのはあるよね。ありますね。あ、うん、でまあなんか奇妙な保守化が進んでて、今なんか妙なその、うんうんうん、なんていうの、日本すごいからの、うん、なんか奇妙な保守化が、うん、あらゆるところに来てるね。気持ち悪いよね、その気持ち悪いその、うんうん、なんか自由なものを叩きみたいなのがあって、とにかく漫画って叩きやすいんだよ、うん、A 一発でさ、けしからんって言いたくなるようなやつが漫画の世界に溢れてて、それを偉い人のとこ持ってって、うん、今若い人たちはこんなの見てるんですよっていうのを毎度毎度やる。宇崎、ね、さんとかさ、これあれですよ、あの小倉さん温泉娘あったね、温泉娘もそうだし、 あのあれじゃない、これ島ですよ、これ伊勢島の、うん、ね、怖いですよ、はいはいはい、本当にね。でもそもそもね、思うのが、うん、もう性的搾取って何かってところを来ましたね、ちゃんとはっきりしないと、うん、どこまでだってさ、私グラビアアイドルになりたいです、もしくはその仕事をきっかけに他の仕事もやっていきたいですみたいなところ、ね、うん、自分から言って業界に入ってきてる人たちって性的な搾取をされてんの、うん、っていう話じゃないですか。だから性的な搾取をされてると思った人はやめればいいだけなんで、そう、ただそれだけだと思うんですよね。そうでしょ、だから職業選択の自由だ。もう変な薬飲まされてさ、洗脳されてるわけじゃないじゃん。ではそのそこを批判する人は、うん、みんなそういう資本主義とか男社会の、うん、その洗脳に合ってるみたいに思ってるんですよ。文脈なんだろうね。そうそうそう、まあ、そこは半ちょっとわからないでもないんですよ、うん、しょうがないですよ、その男がもう作ってきちゃってるから社会、そうそう、あのじゃあこんなもん子供に見せちゃいけないみたいな話あるじゃないですか、うんうん、あります。でその見せたら子供が不幸になるコンテンツって、これを見せたらね、こんな変なエッチなものを見せて、こんな残酷なものを見せたら子供に良くない。鬼滅の刃の方がよっぽどやばくない？やばいですよ、残酷描写、首ポンポンポン、ポンポン首飛びまくってるし、ポンポン飛んだ首が喋ってるし、喋ってる、すごいおっぱい大きいね、そうそうそう、柱出てくるもんね、甘露寺さん、甘露寺さんとか出てくるけど、うん、あれさ100億とか売ってるからさ、うんうん、誰も何も言わないじゃん。あれ一応言うことは言ってる人もいるんだよ、言ってる人もいるんだけど、あれを好きすぎてみんな、うん、国民的なものになっちゃったからもう封殺されちゃうよね。スタートがさ、その妹のためにみたいなさ、健全っぽいじゃん。はいはいはい、はい、でだん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 さ、おかしなことになっていくけどさ、うん、みんなあれ最初に健全なものだと思って、うん、鬼退治だと思って見てるってことでしょ。だけどなんでそれどうなってんの、そのルールみたいな感じはしますけどね、うん、レイさん俺ら子供だったんで、うん、ちょっと分かってなかったんですけど、うん、北斗の拳ってどれぐらいヤバかったの、見るなみたいに言われてた。俺も俺も夢中言われましたよ、北斗の拳アニメは特に。そう、あだから秀文の時に血じゃなくて光るじゃないですか、うん、あれがめっちゃ気持ちいい音するんですよ。だって原作もっとひどいじゃん。原作はもっとやばいもん。あれあれあれし、うん、あれ気持ちいいとかって言って死ぬから。うん、だからレイさんの代でどれが一番やばかったとかそういう思い出あるんですか。検閲これは見るなみたいな。うん、検閲。多分そのハレンチ学園騒動は俺は子供っていうか生まれてはいるけど
3歳とか4歳だから、うんうん、やっぱすごかったと思うよ、うん、あの本焼かれてたとかね、紛争されてたからね、マジ手塚先生もね、手塚先生もまあ普通仕上げに合ってたし、うん、その当時のなんか PTA のその漫画に対する圧力がもう凄まじかった、うん、ビートルズ排斥みたいなやつはあの当時すごかった、あったあったすごかった、すごいあった、でそことの戦いの歴史の中で一旦真面目にやりますよってふりしながらだん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 手が緩くなってまただん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 過激になってきます、ね、過激になった、それはそれしょうがないよ、だってそっちの方が売れるし、うん、要するにそれを求められてるからっていうことなんだよね、表現のね、うん、表現のギリギリでエログロナンセンス、うんうん、それが強いんだよ、うん、結局でそれを低俗なものとするかもしくは高尚なものにするか、ここの議論しろろよって話なん、横尾忠則どうすんだって話じゃん、ほうとか、あともしくは江戸のさ残酷描写の歌舞伎とか山ほどあるよ、だから春画もそうだしさ、うん、でも全部まとめてアートなんじゃないのっていう、その辺のコンセンサス全然できてないまんまいきなり規制が入る、はい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 、常にそう、だから私にとっての宗教はあなたみたいなものは許しませんっていうのがいきなり入ってきて、なるほど、みんな楽しくパーティーやってるところをビビって、うん、みんなが困るからって、うん、いやお前が困るんだろうみたいな、うん、困ってるお前だろうってってか困るって思い込んでるんだよね、うん、だってそもそもさ、ね、これ見たら人生ダメになりましたっていう漫画ある、別のもんじゃないの、なんでむしろビーバー人、おいやめとけよお前山さんどうぞ、やめろ山さんどうぞやってください、それはそうですけど、まあまあでもね、そのダメになるっていうそのジャッジメント難しいですよね、うん、エンブレムテイク2見て極道の世界入りますって人もいるかもしれない、でも例えば極道ものって見て極道の中の残酷な部分だけじゃなくて、うん、まあもちろんね、男気とかそうそうそう、ああいうとこにやられて俺は、うん、俺もケンさんになるみたいな感じ、つまりさその一面だけではないよね、清水さんなんかねいろんな漫画読まれてますけど、これは検閲してほしくないとかそういう漫画もあったんじゃないかと思うんですけどね、やっぱルナ先生はやっぱり、ね、必ずおっしゃいますね、必ず出てくるルナ先生、ね、清水さんね、ルナ先生大好きでもね、勝手に誰か襲ったりとかしてないわけですよね、その通りですよ、そこはもう本当に力を込めて言いたいんですよ、そこを言わないとダメですよね、だからって、はい、僕は変態になってるわけじゃないですし女の子にそんなことしてるわけではないですよっていうね、そうですよね、でもあれしみちゃんは牛島くん読みすぎても誰も信用してないんですよ、うん、じゃあ牛島くんは検閲しようそれはいい影響なのか悪い影響なのかどっちなんだろうね、本当にね、エロもそうだけど、まあそうね、もそんなこと言い出したらさ、そのクラシック音楽とかちょっと高尚なものとかってされてますけど、世間一般的なイメージはもうバッハだろうが誰でも結構最悪ですよ、いやオペラとか歌曲とか最悪な人ですよ、話もそうだし、そうだ作ってる作曲家もそうだし、絵描きもそうだし、すごいことしてるよ、むちゃくちゃやから、絵描きもめちゃくちゃだよ、ねえ、うん、何も見れへんようになりますぜっていう、というかそのつまり、うん、世の中っていうものはそもそもさ美しくて正しいものだけがありますっていうだけを子供に見せるってことなのってことなの、いやそれは本当にそう、デタラメもいっぱいあるよって言って、うん、免疫力高めていかないと無菌状態で世間出てったら、よくさ大学とかのさ1年生の女の子がさ、うん、受験勉強しかしてないとさ、うん、結構な事故に遭うじゃん、サークルとか入って、うん、何も知らない世間知らずのお嬢さんが入ってってスーパーフリーみたいな、遊ばれちゃうみたいなことあるじゃん、だ一定のその免疫力を上げるために隠れてスマホで見てる漫画みたいなところで、あ東京はこういうこともあるしこういうこともあるんだなみたいなさ、ある程度分かってないと危ないよっていうのあるじゃん、分かってるかどうかは分かんないですけど、俺が東京来る時に、うん、うちのばあちゃんまだ生きててその時、はいはい、うん、ちょっと東京行くねんみたいなことを言ったら、うんうん、東京なんか行ったら殺されるんだよめっちゃガッツって言われて、東京なんか行ったらあんた殺されるよあんとこ行ったらあかんよ、殺人事件いっぱい起きてるよみたいな、そんな感じで来るよ、いいおばちゃん、むっちゃおもろいやん、いやでもや、いいおばちゃんそういうね、そうそうそう、そういうこと起こっちゃう、だからめっちゃおもろいやん、東京でも楽しく生きてる人もいますよみたいな、優しい人もいますよ、トラさんとか見たらね、うん、あれ東京だからね、そうや、うん、そうそう、東京、東京あれ、東京人もいるよねって話になるじゃないの、うん、っていうねことなんですよね、うまいね、まあ、ちょっと話脱線しましたけども、はい、はい。